よし、やったなみんな。昨日は最高の演奏、お疲れさん。指揮棒を振りながら涙が出たのは先生も初めてだよ。ちょっとしじま、どんだけ緊張してんだ。大丈夫、全国沸かせてやれ。先生にとっても全国は悲願です。引き続き今日から練習頑張ろう。そんで全国でも絶対に金賞取るぞっと。ちょっとごめんな。おお、さきちゃん、何々デート、もちのろんで OK だよ。8月の25日。あ、はいはい、いけまーす。さっさー。俺は初めて浴びた波の衝撃に漏らしそうなほど興奮していた。あぜ道、俺と一緒に芸人になるんで。舞台で光るタイプじゃないんだ。無理だよ。爆笑ネタ考えてくれ。舞台に上がってからは俺の仕事だ。お前しかいないって思ったんだ。もしかしてこいつとなら本当にお笑い賞レース史上初の両取り。一緒に目指すよ。てっぺん昇破昇天第1巻好評発売中。